ドントラン。ようこそ。ゲストの皆様こんにちは、小田健です。今回も楽しいゲームを一緒にやってこうぜ。よし、あ、これこのまま始まるんだ。なるほどね。はい、本日ですね、海外の新作のホラーゲーム2本立てでお届けしようかなと思っております。はい、1本目はこちらのドントランっていうホラーゲームと、2本目は SCP-860 っていうね、オブジェクトクラスセーフの、そちらのね、ゲーム実況プレイしていこうかなと思います。はい、やっていきましょう。このゲームはあれですね、新幹線の中を走っちゃいけないってことかな、逃げるな的な感じのタイトルですが、はい、荒れてますね。ん、これどうやって、あ、痛い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 、しまった、あ、痛い痛い痛い、よしやかましいな、開始早々。はい、自動ドアなんですかね。あ、自動ドアだ。なんかいるな。なんだあいつ。帰っとこう。ここは、あれなんですかね。新幹線なのかな。なんか調べるとこあるか、他に。ここはねえよな。うん。この人は？あ、なんか手紙がある。はい。バリバリの英語ですね。はい。僕ね、バリバリ英語を全く読む気しないんで、そこのとこ、よろしくお願いします。はい。読む気しないという名の読めないなんで。そこもね、よろしくお願いしますね。こいつは何？あ？こいつに襲われたらアウトってことかな？あー、もう戻ってる。初期地点があるね。これしゃがんだりとかできないの？あ、できるできる。シフトでしゃがむんだ。なるほどな。ガルガル言ってるよ。一回当たってみますか。せっかくなんで。はい。なんかあれですね。僕最近映画で新幹線っていうのを見たんですけど、新しいに感染するのね、感染で新幹線ですね。はい、そちらの雰囲気があるホラーゲームなんですかね。あれも確かゾンビだったけど、走っちゃいけないとか音を立てると来てましたよね、ゾンビたちが。なんだ、発射したな俺なんか。どうやらこうやって、あー、やっぱり音が立つ方にこの化け物たちは寄っていくみたいです。はい、普通に歩いたらどうなんだろう。あー、なるほど、こうやってやられちゃうんだ。うん、はい、簡単ですね。じゃあ行きましょう。こうやってしゃがみながらならこいつらに当たっても死なないんで。うるせえよ。じゃあ、やかましいんでね。はい、僕安定的にマックス音量でプレイしております。ホラーゲーム高確率で絶叫してしまうんで、皆さん音量にはお気をつけて。鼓膜崩壊注意ね。うん、そっち行って、そっち。オッケーオッケーオッケー。これ無限なのかな、このライト。おたげできそう。はい、あいつもいるんで、こっち側に寄せましょうか。あー、いい、大丈夫かい。倒れてるけど、また手紙、あ、あったね。手紙とかをこうやって探していくのね。了解。はい、意味は分かっておりませんが、どんどん進んでいきましょう。うわ、なんだあいつ、初めてタイプだね。気づいてんのかな、俺の存在に。あっち行け。そこに、そこにいてね。よしよしよし、よしよしよし。なんか、普通のパターンと違うやつだ、あいつ。うわ、しかも、ここの車両だけやられてる人が多い。あっ！来てたのか、お前。タイムリーでこの前見たんで、新幹線。ほんと、そんな雰囲気ですね。そうそうそう、ずーっとそっちいて。こうやって投げまくればいいんじゃない？向こうに。ははは。ちょっとかわいい。こうすればいいんじゃない。あ、まずいかこれ。バレてるバレてる。あぶねー。え、なになになに、長いことこの通路にいちゃダメなのかな。よし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 、来た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 。あぶねー、怖えなー。これ途中でセーブとかないからね。はい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 、どっから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 、近いなこれ。すげえかもしれないやつ。うわっ、いっぱいいるじゃん。これはなかなか厳しそうだな。こっち一回行こう。よしよし、そんでそんでそんで、そっち行って、そっち
そう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 、そっち行って、そっち、こうやって一つ一つずつ前に進んでいくしかないかな。この座席そっち行ってくんねえかな。あれあれ、よしよし、これいいんじゃない。 OKOKOK、 慎重にね。よし、いった。うっ、いっぱいおるで。どいて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 、あぶねえ、あっち行け、あっち、よし、こう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 、あっち行け、あっち、ほら、そう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 、走れ走れ、走っちゃダメっていう風に書いてあるけど走っちゃお。意外とこれ走るのもいいな、あいつ一人の時は。だがこいつ、こいつ厳しいな。スタンバルのやめてくれ、頼むから。そうそう、あっち行って、あっち行って。かわいい、ちょっと愛着湧いてきたね。ほら、そっち行け。まだここのね、車両は通過できてないんで。いけ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 、あぶねあぶねあぶね、そっち行って、ほら、オッケー、ゴー、ふぅ、よかった。今んとこ抜けられただけでもね、大したもんですよ。よしよしよし、こうやってどんどん、こう、ちょっとずつ前に進めばいいんじゃない。あー、まずい。意外とドキドキするんだ、このゲーム。二マス、よし、ほら、そっち行きなさい。そっちそっち行ったかな。オッケー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 、欲張んな欲張んな、欲張ったらね、死んじゃう可能性があるんで。ほら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 、オッケー、ふぅ、このライト個数決まってたら終わってたな、ほんと。ここは、ここで死んだら元も子もねえぜ。ふぅ、どうだどうだ、この一体だけ、ここの車両手抜きだな。こっちはやかましいな、お前ほんと。そっち行っとけ、され。これいいね、一座席ずつ徐々にずらしてって。よし、はい、あ、なんだここ、また新たなとこに来たけど、ん、ああ、なるほど、これ時間上がってんのか。ドントラン結構走ったけどね。なんだあれ、あの子たちは投げても何も反応しないね。もうこれで終わりなのかな。はい、じゃあ次のゲーム行きましょう。さて、始まりました SCP-860 オブジェクトクラスセーフ、やっとこうか。 SCP 僕はあまり詳しくないんですが、大まかにクラス分けされていて、3つにクラス分けされてます。セーフ、ユークリッド、ケテルの順ですね。その順に危険度が分けられてるみたいなんですが、すげえとこ歩くじゃん。この主人公もケテルなんじゃねえかな。うわ、なんだあれ。スタートゲーム、これも多分ケテルですね。この SCP-860 ってセーフだと思うんだけど、セーフの中にもケテル級に危険な生物がいるみたいですね。生物というか、なんて言うんだろうね、 SCP って。はい、危険なものがあるみたいです。はい、やっていきましょう。部屋変わったらなんかブレるようになったな。酔いやすい方は気をつけてくださいね。うん、 Wait, how was my door locked from this side?うん、いけないと、ロックかかってるみたいな感じですかね。こっちは、あ、これか。すげえ胸張ってんじゃん。うん、どうやら860って青い鍵とかが関係してるみたいですね。これか、青い鍵。Where is this key from? None of my keys are blue. はい、言いましたね、青い鍵と。これで出るっていうことかな。他に調べるものはないのかな。うわ、すげえ。What the fuck? 主人公と同じようなね、テンションですが、もう戻れなくなりそうなんで、調べてこっか、軽く。もう閉まっちゃった。もう一回開けよう。何度でも大丈夫だ、これ。はい。綺麗だなー。あっ。I've gotta be dreaming. もうちょっと優しく閉めてよ。
今後の扉に期待ですね。はい、とてもツンツンしてるんで。うわぁ、無限に伸びてるね。そういえば書いてあったな、860で調べたら。この無限に続く壁に、扉がついてると。SCP は詳しい方ほんとすごいですからね。なんでそんな知ってんのぐらい知ってるというか。綺麗だな。これ1日でね、制作されたみたいですね。ピクニックに来た感じじゃん。もうピクニック来た感覚で実況するわ、今から。やっていきましょう。What was that? なんかいるじゃん。猛獣いるよ、これ。すごい。こっち行ける？あ！ちょっと待って。寄り道したら何この2色。二色展開されてるんだけど今。カチャ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 。さて行ってきまーす。何度やってもツンツンですね。彼女はいつ出れてくれるんでしょうか。気を取り直して行きましょう。向こうはもう行かない。もうまっすぐピクニックするんで僕は。はい、でも向こう側も行きたいな。ほら、化け物の声聞こえるんだもん。行きたいじゃん。ねえ。よくできてるよなーっつって寄り道したら落ちたからね。これまっすぐ行けばいいのかな。綺麗だね。向こう切りかかってない？あ、日の光か。うわ、すげえ。なんか来る。うわ、音すげえなこれ。そうそうそう、ヘッドホンかイヤホンで聞いてみてください皆さん。その際は、鼓膜崩壊注意なんで、保証ないんでね、皆さん気をつけてください。自己責任でお願いしますよ。これ乗り越えたけど、俺足踏みしてるね。地面が揺れてんのか。こっちになんかいそうだな。まあいいや、進むか。これ多分走った方が良さそうですね、やっぱり。なんかこういうこと。なんか来てー、音が怖え。あ、いた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 。何これ。行き来できる。何でしょうか、ここの白い部屋は。あ、しまった。また雰囲気がちょっと変わってるね。ん？開かないよ。ひょっとしてこっちをもう一回開けろってことですね。なるほど。最初の寝室か。あ、寝たの？仁王立ちになってるけどさ。あんな怖い目にあってすぐ寝たのか。また鍵ある。はい。あ、夕暮れになってる。あ、もう、怖いよ、その音。どうにかなんない。さあ、ちょっと走ってみます？最初はちょっと穏やかな曲流れるんだけど、後々音が怖くなるんですよ。またかな？一緒ですね。うん。また走れってことかな？化け物出てくんのかこれ。待て待て待て。いけるかこれ。どっち？鳥肌総立ち。急に出てきやがった。これ逃げれたのかなあれ。ちょっと待って、もう一回やろうぜ。多分捕まって終わりなんでしょうけど、ちょっと逃げ切りたいな。3度目の正直。3度やってもあのツンデレな扉は一向に出れてくれない。もはやツンデレって言っていいのか。ダッシュダッシュダッシュ。てか、ここの時点でちょっと止まってみます？襲われるかな？あ、画面が揺れるだけか。ここは襲ってこないんだ。あ、ちょっとよいしょよいしょ。入ろう入ろう。おろろ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 。ということでね、やっていきましょう。酔ってないですか、皆さん。さあ、猛ダッシュで突っ走ってみましょう。後ろ振り向きたいところですが、今回はずっと正面見て。
行って行って。ただもうダメそうなら振り返ってもいいかもしれないですね。やつをもう一回収めたい。こっちも道あるんだよな。まっすぐでいいのかな。今の横道もちょっと気になる。でもまたワープしちゃいそうな気がするんで、あの2色というか。間に合った。間に合うパターンもあるんだこれ。死んだかと思って今。ああ、これ無限ループかひょっとして。あれ、あ、無限ループだ。あ、こっから。なるほど。ああ、やっぱりあれ死んで終わりで正解だったんでしょうね。運よく生き残れましたが、音がリアルで怖いんだよね。さて、横道っぽいところもあったんで、そっち行ってみましょう。左にずれる道があったから、追いかけられてる最中、まだかな？あ、そろそろだな。そろそろ出てくる。ここだ！こっち行きましょう。これも道だよね、一応。すごいすごいすごい。どこ続いてんだろう。明るい明るい。来てる？うわ、来てる！怖えな！一応、あの子を収めてるんだけど、どここれ。あー、なるほど、壁になっちゃうんだ。ダメだ。すごい止まって待ってくれてる。これは間違った道に進むと、こうやって壁で行き止まりになって、やつにやられるっていう設定なんでしょうけど、彼待ってくれてるんで、ちょっと当たりに行きましょうか。なんなの、この化け物。なんか餌を待ってるワンちゃんみたいでしたね。よしって言った瞬間こう飛びつくみたいな。はい、ということで、サンキューフォープレイング、こちらこそありがとうございました。はい、ということで今回ですね、2つの海外の新作のホラーゲーム実況プレイやってきました。この動画、このゲームがねちょっとでもいいと思ったらいいねボタン押してくれると嬉しいです。僕ですね、こういう海外のホラーゲームとかバカゲーとか珍しいゲームいろいろやってるんで、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、結構2つとも短めでしたね、今回は。ゲーム内容というか、まあこれはこれでいいでしょう。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。